こちゃん、店長、ヤーピー、そこのおっさん2人、おっさんちゃうな。よっしゃ、じゃあのこれで店長も取りたいだと思うけど、あとでいいか。はい、体整備士ヒデポンチャンネルのヒデポンです。はい、どう？いつもの店長イエーイイエーイ。なんていうの、今日チャッキーどないしたん？チャッキーを帰ったんだよ。ああ、そかそかそか、チャッキー返したんやな。チャッキーはもう家帰ってしまいました。今日はちょっとあのレースのピットの中からちょっとね、時間があったので、あの今日は鈴鹿サーキット。あ、そう鈴鹿サーキットで、そう、それで時間あったからピットのクルーをちょっとちょびっとだけ時間があるので紹介します。じゃあ自己紹介して。ヤンピーです。ヤンピーです。はい、片岡です。聞こえへん、聞こえへん、聞こえ。片岡です。はい、今ちゃんです。今から店長が詳しくこのレースカーの説明をしてくれるから、ちょっと時間あるけど、あの編集できへんけど、まあ見とってください。よろしく。店長、ここ豚しとうやな。出てないやん。鍋が入ってる。おでんのお鍋みたいなやつね。違うやろこれ。開けてみましょう。お、これなんよ。ラジエーター。これラジエーターかいな、うん、前にないやん。そうか、これあのサイド冷却ですね。サイドボンツーからやつ。ここから数点で、ここから空気を吸っています。ラジエーター、これオイルクーラーとか燃料クーラーとかいろいろありまして、冷却しています。そこ吸ってどこ行かん。タオルのここから出ます。この煙突はなんとブレーキを冷やしています。だから国内のサーキットの寒いとこ走るときは半分ぐらいガムテープが貼ってあります。店長、その後ろのなんかもう一個ラジエーターあるで、あれなんよ。あ、これ多分ね、あのミッションオイル、トランスミッションのオイルを冷やすためのクーラーがついてます。おー、ミッションのこれクーラーなんやな。あれ何この煙突、これね、ガソリンやろ。これじゃあこれかかってふたけてバナナとかいっぱい入れてる。それバックスで言うじゃん。あ、そっくりだもん。そっくりやな、これバックスで言うじゃん。毒が出てってバナナとかジュースとかビール入れてろ。ほんならこれあれか、キー入れたら前に次元転移装置がつくんか。そう何よ、ほんまは。オイルの入り口。オイルの入り口かい、これ。ほんなら向こう側の鍋の蓋なんよ、あれ。向こう側開けてみましょうか。うわー、こっちもラジエーターかと思いましたらオイルクーラーです。オイルクーラーや、そっち。そっちオイルクーラー。ここがインジェクターのデリバリーで、燃料がガーッとここに電圧かけて押し込まれています。この奥に見えにくいけど2段階の可変吸気がついてます。これはカインズの換気扇のフィルター。これ換気扇やろ。これ換気扇やね。ああ、これ換気扇だっけ。換気扇のフィルターですか。これほんまはあの後ろのカウルからバナナがちょんまげが生えてんだけど、ちょんまげここな、ここから空気入ってて、あそこ通って新しい空気を吸ってエンジンを燃やすね。これなんていうエンジン。これは13J の2回改造したやつです。4ローター、ロータリー。これは何や、このバナナ、これもバナナか。あ、これね。ここからガソリンを入れます。バナナじゃないよ。このバナナなんで2個ついてんの、こっちもこっちも。
一個から入れたら一個から空気抜かんと入らんと。ああ、そうか、そういうことか。知らんかったわ。知らんわけないわ。ほな、これか、次元転移装置。あ、そうそう、これこれ。ちょっと。次元転移装置のスイッチ入れてみようか。次元転移装置のスイッチ取れる。あ、入った入った入った。次元転移装置や。あ、これでよく来ましたね。そこが何？ディスプレイのスイッチ。ディスプレイのスイッチ、はい、で、これが何や、店長。これはな、いや、次元スイッチ。次元転移装置の起動スイッチ。爆破するときこれか。ほな、これなんや。これは真面目に言うわ、燃焼のコントロール。そうやな。もう死ぬなってきた。こっち側は点火時期を上げ下げするやつ。ほんでプライマリーって書いておく方が。って書いてなかったっけ。書いてないよ。なんで書いておく？ TAJ？上が低回転に下が高回転の燃料のマップを入れ替えすんねん。最大6面書いてあんねん。6個のマップをこの中で切り替えして使うっていう、そういう俺が書いてるそれ。これ書き直してたんやけどっていう装置。このデジタルはな、またな、意味がな、今全然動いてないねんけど、何やったやろな、これな。そう分かれんな。作った人が分からへんって。そうや。いや、ここのモジュールは全然。俺やったのはこのコンピューターの書き換えやからさ。これな、これ俺が全部書き換えしたんやけど。あ、この店長ここ持って。これ CDI。コンデンスドディスチャージイグニションって言うて。火花を強くする装置がここそれぞれについてんねん。これ熱持つから車の中もしくは外に置くよな。でも外やったら、車やったら雨降るから濡らしたらあかんから室内にあんねん。で、あとなんかライト、この素人が取ってつけてんのダイヤルはないや、これ。ああ、素人がもしかして、どれや、そんなんついとんか。これなんか秋月電子通信。あ、もしかしてこれこれな、マップを一個一個6面切り替える、もうちょっと話で。マップを6個一個一個切り替えるんじゃなくて、これによってバリアブルに燃料の増量減量をするように、まあ、リッチとリーンになるように、まあ、新しく作った。宴会だ、そんなそんなことして宴会で。歴史的な車に絶対怒られるわ。タコちゃん使ってつく、まあ、店長そっち側にある何を。エンジンどないしてかけるん、これ普通。普通は鍵でこうやって、鍵違うね、今ボタンやけど。これもボタンなんですよ。 SP っていうのがスターターボタンね。おー、そうか、うん、その上は何やん。これハザードか。ハザードか、危なくないな。で、その、真ん中辺の赤いレバーは、これで L と R って書いてあるんで、右左や。方向指示かい。あるんや、そんなんな。ピットインするときに裏付けとかなかったな。あ、そういうことやな。あ、わかった、ありがとう。面白いですね。ヒデポンです。なんて言うて。暑いんだよね。今日暑い。今日も暑い。鈴鹿の夏だね。鈴鹿の夏、うん、今日ほんでスーツかっこいいのコートな、あれ。あ、買ったんだよね。あれな、あれ人生で一番高い服。あれ、ほんまもん。ほんまもん。ほんましよう、燃えないしよう。はい、燃えないよ。燃えないしよう。この間、どっかに火ついたけどね。前のスーツ。それは前のスーツやんか。お尻がガソリンで燃えてるとか。そう。今度は大丈夫。じゃあ今日、今から本番走りましょうね。はい。はい。Oh,